初めて日本で発見された113番元素ニホニウム。これは理化学研究所を中心とした日本の研究チームで発見されました。しかしこの発見には日本原子力研究開発機構の高良研究主幹の原子核の理論研究も貢献しているんです。今回はニホニウムを含めた超重元素の世界について解説します。まず周期表です。これは2016年10月まで周期表です。周期表は原子番号1番から水素ヘリウムという形で並べておりますけれども、原子番号の大きい原子核についてはまだよく分かっていない領域があります。で、原子番号が89番以上のものをアクチノイドで、原子番号が104番以上のものを、超アクチノイドまたは超重元素と呼びます。で、この周期表を見ますと113番、115番、117番、118番がまだ、名前が未確定でしたけれども、昨年、この4つの元素について元素記号と元素名が正式に命名されました。で、昨年の2016年11月30日にこの周期表の第7周期と呼ばれているこの領域の全ての原子核、元素の名前が決まりました。原子は電子と原子核からなり、原子核は陽子と中性子からできています。この陽子と中性子の数が原子核の性質を決めていきます。これをもとに原子核の世界を見ていきましょう。さて、我々の世界で原子核って一体どれだけあるんでしょうか。これは我々の身の回りにある原子核をプロットしたものです。で、ここに細長い弓のこの状態で分布しているのが分かります。これは自然界に安定する原子核を表したものでして、自然界に280個以上程度存在していることが分かっております。で、我々原子核の研究ではこれらを元にしていろいろな原子核を組み合わせて作ることができます。で、そのようにして作られてきたこれまで実験的に合成確認された原子核を紹介したものがこちらの図になります。これは年代ごとにどれだけの原子核が見つかってきたかということを表した図ですけれども、2014年の時点で約3100を超える原子核というものは実験的に確認されております。で、この中で特にこの重たい、原子番号の大きい原子核の領域を見ますと、このように、この20年ほどで、大きく増えている領域があります。で、この領域が、いわゆる超重元素または超重核と呼ばれている領域になります。このように実験的には3150もの原子核が確認されています。しかし高良研究主幹を中心とするチームではさらなる数の原子核が予測されているんです。理論予測をする際に必要なのが原子核の理論計算になります。で、我々原子力機構では、このような超重核領域も含めた未知領域を含めた系統的な原子核領域の理論計算を行っております。で、その模型の名前は、研究者の頭文字を取って KTUI 原子核質量模型というふうに呼んでおります。で、このような模型を使いまして、さまざまな原子核の核構造、崩壊様式、半減期などを包括的に計算していくというのがこの模型での考え方です。で、このようにどんどん原子核を人間の手で実験的に合成していくわけですけれども、このような拡張を見るにつれ一体どこまで原子核が存在するかというのも当然、思い浮かぶ疑問だと思います。で、原子核の実はこの領域、この図に収まらずにもっと広い領域に存在しているということが理論的に予想がされております。これは、一つの理論計算の例ですけれども、実験値の領域がこのような領域に分布しております。しかし理論的にはもっとこのように広い領域に原子核が存在しているというふうに予想されております。で、これで見ますと特にこのいわゆる超重核の領域というところにこのように丸みを帯びたある領域が存在を予想されている領域が表されています。これを超重核の安定性の島と言います。
で、超重核の研究というものは原子核が一体どこまで存在するかということの探究がその一つですけれども、もう一つはこの超重核の安定性の島が一体どのようになっているのかということを調べるというのも原子核で超重核を研究する大きな目標の一つとなっております。さらに言いますと、この中には寿命の長い原子核が存在する可能性が指摘されています。113番元素は、ミリ秒単位の非常に短い寿命なのですけれども、この中心部分に行きますと、何百年とか何万年だとかそういった長い寿命の持つ原子核が存在するという予想があります。で、これらは例えば材料として利用できるのかとか、そういったような意味で、1960年代から、この存在を指摘し、実験的にこの探索が続けられております。で、このような理論計算というのは極めて幅広い領域で計算されております。で、これは原子力機構ではそのような幅広いデータを集めて核データとして整理し、評価し、公開するという作業を行っております。原子力機構では原子力機構核図表というものを公開しております。これは世界中の原子核崩壊実験データをまとめるプロジェクトであります。これは1977年からおおよそ4年に一度ほど公開しておりまして、現在では核図表2014という形で公開しております。で、これがその核図表2014の全体図ですけれども、ここには、実験原子核崩壊データとともに KTUY 質量模型で計算された未知原子核の原子核崩壊理論予測データというものが掲載されております。このようにして原子核データの構築という意味でもこの KTUY 質量模型というのは利用されております。その一例としてニホニウムとの関係を紹介したいと思います。これは核図表2000の時の原子核、核図表になります。この時にはニホニウムはまだ理化学研究所では発見されておりませんでしたけれども、この時の核図表で、我々のグループでは後に理化学研究所で合成されるこのニホニウム278の理論予測をしておりました。で、これはアルファの221マイクロセカンドと書いてますけれども、これはアルファ崩壊が優勢な崩壊をしまして、寿命が 0.2 ミリ秒というような理論予測を与えたということになります。これは2000年の段階での理論予測です。で、後に理化学研究所でこの原子核は実際に合成されまして、おおよそ 1.4 ミリ秒という寿命を実験的に得ることができました。で、理論予測の精度は1桁程度なので、1桁以内の予測誤差でこの予言に成功したことになります。さて、このような実験が、成果が得られたわけですけれども、理論的にはこの先超重元素といったらどういうふうに展望があるかというのを紹介します。で、我々の身の回りの原子核元素というものは基本的に寿命を考える必要がありません。無限大と言っていい寿命を持っております。ニホニウムというものは、学術的には意味がありますけれども、我々の身の回りで利用できるというような半減期ではない、一瞬のうちに壊れてしまいます。ですので超重核の原子核というものはそういう短い寿命ばかりなのですけれども、もしこの寿命が長ければ何年何百年何万年というような寿命であれば、我々が物として物質として材料として利用できる、そのような利用をすることが可能になりうります。で、このようなものを探索するというものが、超重元素の一つの目標になろうかと思います。で、このダルムシュタッチームというものは、宗教で言いますとこの白金にの、グループに相当するものです。なのでダルムシュタッチームというもし集めていけばこのプラチナと同じ光沢があるかもしれないということも言えるかもしれません。で、このように見ていくことによって原子核がどこまで存在しているかというものが、このような分布で、しかも中性子の、多い領域にも広く分布していることが理論的に予測されまして、今後の原子核の超重核の研究においてどんどん実験的にこの辺は調べていけばいいかと思います。